そうですね。びっくりした、ちょっと。新規書き。中。中、いいもん買ったらしいじゃないですか。マックスタジオ、上海から。はあ。到着しました。ちゃんと消毒した、これ。ツイッターで話題になってたんですけど、はい、マックスタジオ、上海で、上海がロックダウンして、はいはい、その影響をずっと受けてて、うん、発売日に購入したのに、はい、ようやく手に届いたと。素晴らしい、ね、発売日いつでしたっけ。3月20か20あ、じゃあ1ヶ月ぐらい。今回はこれを開けながらロー現像で我々は、ね、見てる人も、写真で使う上でマックスタジオ本当に有効なのか。さあ、上海から届いた。長野さん、え、長野さんのことを拒んでるんじゃない。あったあったあった。ほっほっと、ほっ、おお、はい、上げていきましょう。おお、ちなみにおいくらなんですか。マックスチューディオ定価が24万8000円だったかな。グラボは、グラボ、グラフィックボード、グラフィックボードがそもそもマックスタジオは内蔵なんですよね。来たー、 M1 マック初めて。はい、うー、これはあれですね、なんかいいとこの運動会の時のお弁当みたいな感じで。そうね、なんかこう白い感じに巻かれてる。いい感じですね。特にメモリをグラフィックボードとシェアするんで、メモリはちょっとこうカスタムして積んだ方がいいんじゃないかなっていう。ここからここからここから行って。すいません。あ、そうそう、それ上に上げて。いやー、あー、おー、まあ Mac mini がでかくなったって感じ。まあそうやね、まあまあだよね、うん、おー、すごい、わざわざ上海から中野さんのために飛んできたと思うと。入ったね、マックスチューディオと。多分エアフロー的にはあったかい空気をこう上にこう出すから、うん、こう置くことをおすすめするということになるかな。まあそりゃそうでしょうね、基本ね。はい、来た。こんにちは、始めよう。はい、HDMI ポートがあるんですよ、うん、ちょっと見ていただきますね。はい、すいません、はい、HDMI ポートがあるんですけど、はい、HDMI ポートでつなぐと、Mac mini も Mac Studio も 422 接続になっちゃって、外部ディスプレイうまくいかないので、ロー現像が何枚できるかっていう前にまずベンチマークを調べたいと思うんですね。で CPU をこっちの Apple Silicon の、Mac Studio と、こっちはですね、2016年の MacBook Pro インテルとちょっと一回比べてみようかなと思います。いきます、ピッと、ね、また待っちゃいますね。え、でも処理速度速いからすぐ出てくるんじゃないの。いやー、なんかね、そういうこととあんまり関係ないような気がするんだけど。正直あれなんですか、不満があるんですか、MacBook Pro の処理速度。僕 Lightroom 使ってるじゃないですか、はい、Lightroom の方がやっぱりロー現像早いので、うん、そこまで正直時間かかんないんですけど、キャプチャー1は結構時間かかるでしょ逆に、うん、かかるね。100枚で何枚ぐらい、100枚でカッティの感じだとどれぐらいやろ。ベンチマーク自体は今こっち半分ぐらい進んでて、マックスチューディオはもう9ほとんど終わるかなっていう感じ、ね、お、じゃああれじゃん、うん、処理速度にやっぱ差があったってことや。そうやね、写真機書き中。今度はディスクの純然なスピードです。では行ってみましょう、ドンと。で大体5500がメガバイトスピード セカンドっていうことですね。なんでこれだけ速いと。わかる、まあ、結構ぶっちぎりなんじゃないかなと思うんですよね。なるほど、こっちですね、はい、ピッと。これも結構速い方なんですけどね、1200や、5倍ぐらい差あるじゃないですか。そうですね、で、まあ、書き込み読み込みは2300いくんですけど、おお、すごい、こっちは倍以上差あるね、うん、
速い。まあこれはこれディスクのね、うんうん、スピードですから、実際じゃあロー現像はどうなんだっていうところをやってみましょ う, そう、やってみましょう。では行きましょうか。いつも使われているじゃあこっちはライトルームでまずライトルームの現像ね。で今ちょうど100枚データがあるので、これを、はい、同時に同条件でこう来ましたね。出してみると、さあどうなんでしょうか。みんな興味津々。JPEG の画質100にして3000とかにしましょうか。はい、あちょうどここ置きやすいな。メタデータ。さあどうなんだどうなんだ、どうなのか。100枚のロー現像です、スタート。そこも含めてでしょう。うん、そっか。さあさあさあ、バーが進んでるってことですね。そうですね。おお、もうここでもう出だしで全然違うやん。全然進んでないけど大丈夫でしょ。お？すごいすごい、始まってますよ。おお、ね、すごい、圧倒的に速い。でもなんか思ったほどじゃない。いやなことないのか。この差だからね、今までこの時間を。そうだよね、あなたは無駄にしてたのよ。そうだよね、結構差つくね。100枚だと結構こんな時間かかるんだ。100枚とか一気に現像しないんですか。やっぱその間にトイレとか行かない。まあ行くけど行くけど、ね、そうそうそう、行くけど体感的には入って終わってるから。トイレ行ってる間に100枚終わる。いや結構ね、100枚ぐらいだとライトルームは終わるんだけど、でもやっぱりこれだけの差がつくってのはすごい差だね。これこれと今これですからね。そうだね、このライトルームクラシックは最新版なんで M2 これに、え、じゃ M1 マックスにもう結構対応してるわけなんですけど、おっと全然しないじゃん。そうだね、これだけしてればそろそろこっちもこっちとか熱を結構持っておりますよ。グワングワンいます、うん、ちょっとさ、ちょっとケツ持ってね。ああ、だだだ、分かりました。ちょっと持って。あ、もう手触れたやん。そうだね。やめろや。だから、まあまあまあ、はい、やっぱ見た目で3倍ぐらい。これ結果的にはめっちゃ差出ると思いますよ。100枚、うん、100枚でこれはなかなか早いですよね。そうね、しかも R5 のローデータだから4000万画素以上あるやつをからもあんま熱出てない。ほんまや、冷た。あーもうほらほら、シャー言い始めた。これこれ、あ終わりますね、 Mac スタジオ。おー、 Mac スタジオ終わる。ちなみに MacBook Pro は3分の1いかないぐらいですね。あ、終わった。なるほど、ちょっとめっちゃ嬉しいんじゃないの、ね、中野さん。この終わりました。早いんだ。だからまだ3分の1ようやく越したぐらいですね。今3分20秒ぐらいか。だから1枚180秒200秒ぐらい、1枚2秒ぐらいで終わったってことね。1枚だけ現像してよ、それで分かれへん。そうか、じゃあいきます。よい、よーい、あ、まあいいか、スタート。1、2、まあそんなもんかな。やっぱそうなんです。いや10枚でやったら分かんじゃない。そうやな、10枚で。はい、いきますよ。圧倒的速さとかじゃないんや。スタート。1、2、3、19、20ぐらいですね。やっぱ1枚2秒っていう感じですね。まだこっち終わってないですもんね、半分。おー、止めてあげましょう。もう止めてあげようか。かわいそうや。かわいそうよね。だからこっちで言うと、まあ大体 3.3 倍ぐらいかな、今のゲージで見る限りはね。時間かかってますね。なるほど、そう思うとあれですね、あのディスクテストでやっていた、あの時間差というか速度差に近いところあるのかな、うんうん、ライトルームね、やっぱここでこう色を変えた時にこうスッ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 いくのかで結構見えるんですよ。線形グラデーションでこう入れた時に
こうとかね。ほほう。これがぐるぐる回る。これ結構処理重くてですね、これはやっぱめっちゃ早いかな、ずっと行くかどうかっていうのは結構重要かなってですね。ただピントの拡大とかですかね。あと、まあ、早いよね。これピン合ってたかなっていうのはちょっと不安になる。まあ見た感じストレスない感じですね。なるほど、うん、ここで、はい、やっぱカキの体感してほしいので、ええ、キャプチャー1でもやりましょうか。写真機カキ中、ありがとうございます。キャプチャー1を使って現像勝負ってことっすね。さあ、じゃあね、解像度は50にして350ね、スケール 100% で、この81コマね、こっちも81コマと。ではカッキーが行う、はい、キャプチャー1でね、キャプチャー1の現像比較です。せーの、ドン。お、すげえ早っ。まあ、ちょっと分かってないかもしれない。我々の、僕の MacBook Pro だと5分50秒って出てますけど、もう残り10秒って出てますね。バーの走りの速さよ。62、64、65、あと5秒ですね。大体20秒ぐらいか。はい、終わった。僕の MacBook Pro の方だと4分50秒。まだ、まだ。って感じですね。 MacBook Pro の現像に僕は特にストレスを感じたことはなかったですけど、この圧倒的な差を見るとすごいなって感じしますね。ね、結構ライトルームで圧倒的な差がついたね。80コマですからね、うん、まあ、中野さんのライトルームは100コマでしたから、まあまあそうです。めちゃくそ早いね、キャプチャー1とこの、あ、そうだよね、マックスタジオの組み合わせ。そうだね、そうですね。びっくりした、ちょっと。キャプチャー1ってやっぱ、あ、どうしてもちょっと遅いイメージがあったから、それを覆すスピード出たね。そうですね、そうですね。キャプチャー、うん、そうだね。どうだった、マックスタジオ。あ、いや、まあすごい早かったし、いいですね。これ。アップル遅いペースの。マックスタジオが仕事するまた今度